本当でしょうかね。はい、でもね、本当にまだとも言いますけどね、選手の皆さんと岡田監督と、そしてサポーターの皆さん、日本から応援してくださったんですけど、皆さんね、本当に皆さんの、ね、声援があって頑張ってると思うのでね、本当に感謝したいと思います。お母さんずっとこっちに来て、私はもう親バカなんです、親バカなんですとおっしゃいましたけども、今日の試合も。本当にね、またイエローをもらったりしましたけど、一生懸命ね、本当に頑張って、走ってくれてたと思います。前回のウイスター会の時は、ね、長野さんも大学で、まさか次のワールドカップに出ないと思ってなかったことだと思うんですけども、この4年間、すごい成長されたなと思うんですけども。ですね。それも私もついていけないぐらいで、もう実際ここまで来ましたけど、信じられない気持ちでね、見ておりました。ありがとう。5年後は